そして続いては小林輝明選手への花束の贈呈、プレゼンターは谷口選手です。それでは小林輝明選手お願いします。皆さんこんにちは。本日は寒い中、お集まりいただき本当にありがとうございます。そして、このような場を設けていただいた社長をはじめ、社員の皆様、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。磯の素晴らしいスピーチの後で非常にやりづらいです。皆さんご存知の通り、今シーズンをもって引退することにしました。初めは違うチームで、現役を続けるつもりでしたが、この1ヶ月間、いろいろ考えた結果、ここで辞めるのがベストであると自分の中で判断しました。自分は常に全力でやってやっと一人前になれる程度の実力ですし、15年間プロでやってきましたけども、それでもプロの中では二流だと思います。それでも自分の中でプライドもあります。自分のプレーでチームに貢献できないのであれば、プロとしてサッカーを続けることはしたくありませんでした。それが引退を決断した一番の理由です。これまでサッカーを始めて約30年ありますけど、大きな怪我もなく、今後まで何不自由なくやってこれたのは間違いなく両親のおかげです。いつも二人が何も言わずに背中を押してくれました。この会場にはいませんが、この場を借りて今までありがとうという感謝の言葉を伝えたいと思います。今まで一緒に戦ってくれた愛する皆さん、5年間という時間でしたが、本当に応援ありがとうございました。そして今まで昼のチームに行ってきましたけども、そういったチームに関係する皆さん、スポンサーの皆さん、サポーターの皆さん、今まで支えていただき本当にありがとうございました。仲間がいればどんな困難も乗り越えていけると僕はそう信じています。これからチーム、サポーター、そして住民の皆さん一体となって魅力ある素晴らしいチームを作っていってください。僕もずっと応援しています。これからですが、ゆっくり自分探しの旅でも出ようと思ったんですけど、自
自分探す前に嫁を探せてください。まだここで報告できるほどの段階ではないんで、ここで言いませんが、まだ自分自身新たなチャレンジをしていきたいと思っています。最後になりますが、この年まで現役でプレーし、何一つ後悔なく現役を引退することを私は本当に幸せに思います。これからも感謝の気持ちを忘れず、謙虚にひたむきに人生を歩んでいこうと思っています。本当に長い間ありがとうございました。小林輝明選手、現役引退のセレモニーを執り行わせていただきました。それではこれよりマッシモ・フィカデンティ監督によるサポーターの皆様への挨拶です。